こんにちは、石郎です。本日は、日本のスーパーマーケットに来ています、まあ、いろんな食材があるんでね、まあ、日本ならではのものとかそれを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。カラムーチョむっちゃ辛いだからカラムーチョ、スペイン語ですね。
かがだったでしょうか。まあ、日本だとね、お寿司とかはやっぱり海外とはレベルが違うんですよね。正直海外のスーパーとかでカリフォルニアロールとか買って食べたことありますけど、やっぱり正直、まずいとまでは言わないけれども、正直全然レベルが違いますね。なのでもしお寿司好きだけど日本来たことがないっていう人は、日本来てぜひ本物のお寿司を食べてほしいと思います。日本やっぱり美味しいお寿司でもスーパーとかで買えば安いので、全然海外だったらお店で出てくるやつよりも美味しい場合の方が多いです。次回もまた見てください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。